ひるさん。はい。ひるさんは丸くなっちゃったのかな。あ、何言ってんですか。え、これひるさんじゃないんですか。どれ。これこれが目の前の丸っこいやつ。あ、そうだよ。ねえ、ひるさん頑張ろうね今日。うん、頑張ろうね。頑張ろうな。くるくる。わちゃん頑張ろうね。はい、マッチングしました。シャケナダムです。シャケナダムです。あの、変なとこで区切ってるけど、シャケナダムです。シャケナダムです。そういえば、ステージ3個しかないと思ったけど、どんぶらか忘れててさ、アラメキトリで、誰か落ちてる、うん、ムニエールで、このシャケナダム、うん、どんぶらこ、4個だね、今どこが一番難しいの。どんぶらこ。どんぶらこか。シャケナダムが2番目かな。荒巻が一番簡単かも。お、そうなんだ、うん、それ誰調べ。俺。あー、俺か。信用できないの。信用して。俺調べ大事だよ。信用できないだろ。意外と鮭うまい方だからね、全プレイヤーの中で。分かった。信用できないだろ、俺が一番。なんでだよ。信用してくれよ、こんな一緒にゲームして仲良いんだから。え、仲いいと思ってんの、うまちゃんだけでしょ。え、仲良くないの。仲いいですよ。仲いいじゃないか。ひるさんを仲良くできる俺しかいないんだから。なんだ、それ逆ですけど。うまちゃんと仲良くできるの僕ぐらいしかいないです。なんで俺がそんな友達がいるんだ。そんなせっかちな人とは友達なのは僕ぐらいしかできないですよ。せっかちってね、あの、言い換えるとね、時間を大切にしてるって意味だからね。そんなことないですよ。そんなことあるんですって。だって、うのちゃん、人が話してんのに、話の途中で話遮るから。僕以外の人と話してたら、それ、普通に不快になっちゃうから。え、そうなの？気をつけるわ。そうですよ。気をつけなきゃダメですよ。気持ち僕だから許してるようなもんですよ、だけど。確かに、一人実況は、一人で実況してるだけだから、みんなに俺の言いたいことを聞かしてるだけだからな。ん？何？聞いてないじゃないか。ね、これぐらいがちょうどいいんですよ、だけど。そうなんですか？そう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 。ラフに。そう、ラフに。ラフだったかな。ラム強い。ラムじゃない、ラフ。ラムちゃんじゃない。うん、あんまりそわそわしないでじゃないよ。でなんで俺が歌うって気持ち悪がんの。違う、効果音ですよ。いいよ、そんなあんまりそわそわしないで。ウェなんでないよ。効果音だろ。合いの手ですよ。おい、ウェって聞くのはレモンぐらいだぞ。いいだろう、レモン以外で愛の手入れたって。いや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 、レモンの上ってなんだっけ。夢ならばどれほどよかったでしょう。えその上か。そうですよ、うん、ラムちゃんはいらないからね。あー、爆発しちゃった。大丈夫大丈夫。やだやだ、やめてくださいよ。大丈夫、ヒレさん大丈夫だよ。安心して。うなちゃんがいるんだ。なんだ、いないよ。いるよ。お前って誰だよ。いないよ、僕の周りに。あ、危ない。お前は誰。あ、うなちゃんのせいでやられちゃった。全然、うなちゃんが安心しろって言うから安心したらやられちゃった。なんで全部人のせいにするのかな。自分がやられた方がいいんですよ、それぐらいの方が。てか、それぐらいのがいいんですって。なんで自分がやられたのに人のせいですか。それ良くないんだよ。良いです。良くないの。人のせい、責任転嫁は良くないことなんです。良いです。僕はいいんです。確かに、ヒデオさんはいいんです。みんなはダメです。そう、みんなはダメです。僕はいいんです。ずるいんだよ。ないのかな。そう、そうです。ずるしていい唯一のところ。顔パスで許されんですから。顔パスじゃない、頭パス。は？うなちゃん最低だな。ごめん、死んだ。そんなこと言ったらバチが当たった。うなちゃん死んだの。死んだ。え、うなちゃん弱い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 。煽ってる、最悪じゃん。誰も助けてくれない。うなちゃん死んだ。ひるさん弱い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 。ひるさん弱い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 。ひるさん弱い弱い弱い。死体が喋るなや。うるせえ浮き輪がよ。死体じゃねえよ。だから死体が喋るなや。じゃあ次死んじゃったら喋るの禁止な。やだ。なんでだよ、死体が喋るのよ。は、僕死体じゃないですけど、生きてますけど。やられたらってことでしょ、例えば。
のちゃんこれやった早く。あ、そっちか。ごめん。これやってやってやってよ。やってくださいよ、のちゃん。何やってんですか。頑張れ。僕がやった、僕がやった。これちょっとサメちゃんで行ってくるわ。どう。どこに。あ、もうやったやった、倒した倒した。出張。出張サメちゃんやってきた。うい。サメタクスイ。ゲー。サメタクスイ。あ、いいね、それ強いね。うい。めっちゃ追いかけてるな。うい。いいよ。え、なんか誰か吹っ飛ばされた。これ真上すぎ、真下すぎたあかんね。ああ、吹き飛ばされた。うなちゃん、あれがある。うなちゃん、あれ。あれってわかんないけどな。あれ、あれ、あれ、あれ。あれってなんだ。あの、長いの、長いの、細長いの。え何長いの、細長いの。ハイパーペッサー？あ、もう倒されてるわ。これね、行ってくるわ。どれ？倒していく。行く。倒していく。はい、倒していく。あぶね。なんか余裕ですね。届かないわ、それ。あ、大丈夫、大丈夫。あー、はー、どこに。あ、ごめん、外した。え、あ、ごめん、外した。ごめん、ごめん、やらかした。よいちゃん、よいちゃん。マジですまん。あぶねー。あ、いたたたたた。鍋豚いっぱいいるけど大丈夫か。あ、いたたたたたた、あたたたた、大丈夫か。頭大丈夫か。あ、また外しちゃった。俺なんか全然頭。じゃ最低だな。頭大丈夫かって、頭おかしいって僕のこと言ってる。そういう意味じゃ頭最低だな。打ち込んじゃったのかと思う。本当最低だな。違うよ、自意識過剰じゃん。それはうなちゃんって本当最低だな。それは自意識過剰じゃん。噛んでやんの。自意識過剰すぎる、頭に対して。いやーい、カキ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 、ナイス。はい、よろー、皆さん、頑張ろうね。喧嘩とかしずれて仲良くしようね。ヒレオさん、死んでるのかな。浮き輪なのかな、今。ヒレオさん、なんでそんな静かなの。え、僕喋ってますけど。喋ってなかったよ、嘘つくの。え、聞こえなかったんですか。聞こえないよ、喋ってないもん。え、喋ってましたよ、本当に。喋ってないよ。え、喋ってたよ。嘘嘘、絶対嘘だよ。え、気づかなかったの。お、気づかなかった。もうだって喋ってないですか。だろうね。つまらないな。なんか、ね、そういう時は騙されないとダメじゃないですか。いや、分かったもん。ずる賢いだ、ヒロさんは。もう、テイク2しますじゃあ。あ、うん、いいよ。あの、ちゃんと、びっくりしてね。ヒロさん。はい。ヒロさん。あ、ヒロさん喋ってんじゃん。あれ、あ、間違って喋っちゃった。俺喋ってんじゃねえか。喋るな。間違って喋っちゃったよ。いいじゃないですか、もう。もう喋っていいじゃないですか。そうですね。おしゃべりヒデオさんなんで。あのね、喧嘩しないでってコメントに書かれてた。仲良くね。え、喧嘩してないですけど。じゃあ昨日とか。喧嘩してるって言う方が喧嘩してんですから、僕と。そうなの。あ、ごめん、やられちゃった。やられちゃった。ごめん、ごめん。それのちやられちゃったの。じゃあ仲良しだから僕が助けに行くわ。本当？うん。うわ、味方に助けられてるからもう二度と助けないですよ。嫉妬深いな。メンヘラヒレオか。メンヘラヒレオです。メンヒレですよ。メンヒレなの。うなちゃんこれ入れて。僕送ったんですけど入れて。あ、もう無理ですよ。自分、はい、ないね、あの普通に入れといて。自分が拾っていきたいですね。なんだ、僕入れたのに。え、入れてないよ。違う、あの金のやつでしょ、箱のやつでしょ。箱って何。箱じゃない、金の入れ物でしょ。あの金の入れ物って何。あ、そうそう、鉄球、鉄球。あ、金じゃない、黄色かな。鉄球、鉄球。あ、鉄球ね。うん、鉄球昔の。うわ、ボーニーガロンじゃないの。どうした。ボーニーガロンって難しいですよ。今日の武器強いぞ。楽しいよ、今日の武器。乾燥、うん、できるよ、やんないけど。え、フラグですか。皆さん、乾燥のバッジ持ってるもん。あ、持ってないんだ、うん、持ってないですよ、僕。そうだ、乾燥のバッジは持ってないけど乾燥したんだ。ビッグランで嬉しかったでしょ。そうなんですよ、嬉しかったですよ、ね、あれ、みんなのおかげ。またやろう。うん。え、やってくれんの。え、だと次ビッグラン、まあとりあえず自分の乾燥してから。え、嬉しい。だって小野ちゃんいつも俺ヒレオさんとやる時間ないんだよねって言うじゃないですか。あの、その前に早く終わらすから。ヒレオさんとやるために時間を終わらすから。うん。優しい、小野ちゃん。これはじゃないですか、いつも仲良くやってるんですか。優しい、仲良しです、僕は小野ちゃんと。
助け合いで今日から仲良しですよ、僕はなきゃんと、うん、ずっと仲良しじゃん、助け合いだよ、うん、ずっと仲良しですよ、うん、あ、痛い、ヘビ、せっかくね、一緒にやってんだから、ヘリオさんもやだこれ、なにこれ、うん、でも近いやだこれ、ヘビこれテストがあります、あ、確かにワイドコンテスト、あれ、でも仲間がいないんで、あれ、よく分かってないんですけど、僕4人でやるんですよ、あれ同じシナリオ、あだから、あれみたいな感じ、うん、プライベートバイトのみたいな感じで同じシナリオ、全員が、あ、そうなんだ、そう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 、をどんくらい金のいくら運べるかみたいな、1位取りましょうみたいな企画で、なるほどなるほど、うん、サーモン勢が喜んでるんだよね、あれ、あ、そうなんですか、そうそう、縄張りとかガチマチあんましない人たちがサーモンやるって言ってるじゃん、うん、サーモンガチ勢だって、あ、なるほどね、昔いましたね、今もいるんですよ、2の時も、サーモンガチ勢、まあでも2の時よりもパワーアップしてますもんね、うん、サーモンガチ勢さ、別に嫌いじゃないんだけどさ、うん、なんかさ、やっぱガチマッチやってる人とかうまいじゃん、うまいけどさ、うん、サーモンをやってないじゃんみたいな感じでちょっとなんか、うん、舐め腐るの他の人もサーモンガチ勢が、え、そうなの、実際にさ、ガチマッチとか強い人とかうまいじゃん、なんでもうまいんだよ、ゲームうまい、でも、はい、サーモンやってる人はガチマッチとか勝てないから、サーモンやってる人たちが多いから勝てる人もいるよ、もちろん、はい、それでね、なんかね、はい、なんか喧嘩になってるの見たことある、サーモンごときがとかさ言われたりして、あーなるほどね、そうそうそう、お互いにけなし合ってるみたいな感じ、そうなんだよね、まあ、ぶっちゃけサーモンだけやっててちょっと生きてても俺は恥ずかしいと思うから、はい、俺はあの肩を持つわけじゃないけど、まあ、適度にね、はい、適度にみんな仲良くしてほしいんですけどね、サーモンガチ勢が、はい、でもいるおかげで、あれだよ、はい、今回のバイトコンテストコンテストできたのかだし、はい、いいことだら、まあいいことなんです、まあ、ずっと争っててくださいみたいな、これからも、何言ってんだろうなちゃん、なんかよくわかんない、わかんないの、俺の言ってる、聞いてないだけでしょ、いや、うん、いや、わかりますけど、こんなに喋りながらできる、できるの俺だけだからさ、結局、どっちが何なんだ、どっちが、うなちゃんはどっちの味方なの、あ、どっちの味方を肩持たないよ、もちろん、だって俺が肩持つわけないじゃん、いや、うん、ヒルさん助けるよ、大丈夫、任せて、早く助けて、はい、早く助けてよ、よかった、ありがとう、そんな強く言わないで、仲良くしよう、あ、やべえ、え、言ってないですよ、強くなんて、僕ね、ヘビにやられるとこですか、はい、やるとこね、それコンテストだと思ってるとこね、はい、こんなにね、あの喋りながらスプラトゥーンで行くの俺だけだから、あ、ごめん、嘘です。俺だけじゃないけど、何も考えずに。うなちゃん、今日どうしたの？なんか変だぞ、今日。なんだよ。なんか、俺だけだぞ、とか言ったり。何が？何？え？え？偽物じゃないよ、俺は。はい、書きました。